ホーム神宮寺駅は、秋田県大仙市神宮寺屋座、本郷屋にある、東日本旅客鉄道を追う本線の駅である。旧駅舎島式ホーム一面2線を有する地上駅。駅舎側より、標準機と京技の参戦機場、京技、ホームのない標準機の通過線の順に並んでいる。普通列車の行き違いや下り、小町の対比が可能となっている。通過線の多くには、 本線とはつながっていない河川の張ってある線路があり、訓練等に使われる。大曲り駅管理の簡易委託駅。指定券の取扱いも行う。営業時間外は乗車証明書発行機から乗車証明書を取って、車内生産する形となる。2008年に駅舎改築を行い、新駅舎は大仙市の施設と JR 東日本の施設の合築駅舎となった。 どちらのホームも両方向の入線、出発に対応しているが、通常は方向別にホームを使い分ける。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は159人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。駅前路線バスのバス停は、駅から徒歩2分の神宮寺駅全角となる。ありがとうございます。